はいどうも、いわゆるギワチンです。はい、今回はですね、1988年にファミリーコンピューターから発売されたゴジラをやっていきたいと思います。いや、今から約30年前のねゲームとなります。いや、もう早速始めましょう。いや、この音楽懐かしい。ニューゲームね、この音楽は、お、西暦、おー、自衛隊のマーチだ、感動。西暦 2000X 年、世界は核の炎に包まれた。地球は X 星から宣戦布告を受け、いやね、このゲームね、存在をね、最近まで知らなかったんですよ。お、キングギドラ。太陽系の惑星軌道上。てっきりね、超ゴジラが一番昔だとね、思ってたので、家庭用ゲーム機では。いや、本当にね、びっくりしましたね。いやー、すごいな、本当。おー、すごい、宇宙戦艦ヤマトみたい。ゴジラ、モスラと、宇宙怪獣の壮烈な戦いが始まった。今始まる。なるほど、怪獣大戦争とかそんな感じなのかな。このゲームは三大怪獣の決戦みたいな。全くね、どんなゲームかもね、予備知識ほぼゼロです。ちょっとね、ネットでググったぐらいで、操作も全く分かりません。あ、来た来た。え、え、何これ。え、モンカブみたいなゲームなの、まさかの。え、ちょっと待ってね。え、ちょっと待って。え、どういうこと。あ、待って、あれ、何これ。お、何これ、シューティングゲーム、まさかの。パワーってのがあって、ライフなんだこりゃ、カオスだ、マジシャンオブブラックカオスだ、なんだこりゃ。ちょっと待って、これ無慈悲なんだけど、ちょっと待って、あれが地球かな、上にあるのが。おお、ここはどこなんだろうね。ちょっと待って、レベル1って書いてあるけど、ステージ1ってことかな。これは何の、 X 星人と戦ってるってことだよね今。おはい、あれ、あ、なんだ、モゲラかな、あれ。分かった、ちょっと進むのかな、これ。ちょっと待って、これ選んで、あ、こうだ、で移動。お、あ、ゴジラ。おおお、ちょっと待って待ってやばい、かわいい。あ、ちょっと待って、これしかできないのかな。火炎放射、あ、なんか火炎放射できた今。火炎放射どうするんだろう、こうかな。ちょっと待って待ってキックしか、あ、パンチキックしかできない。あの、古典的な攻撃しかできないよ。お、移動した。あれなんだろう、ゲゾラかな、モゲラと。ちょっと待って、将棋的な感覚なのかなこれ。モスラをここに移動して、あ、こんな感じか、なるほどちょっと待って、微妙にライフ減ってるんだけど、あれ、これ避けるの相当難しいですよ。絶対当たっちゃう。ちょっと待って、これしかできないのかな。ちょっと待って。なんかね。あ、なんかできた。ちょっと待って。なんだこれ。ちょっと待って。あ、スタートボタンでなんか必殺技できる。パワーってのが減ってる。ちょっと待って。あ、となると、もしかして次は戦えるかもしんないね。難しい、操作が。あ、ここを、あれ、まあいいや、ここでいいや。うん、スタートボタンを押してみましょう。あー、来た来た。お、一気に減ったパワーってのが。あ、というかね、今気づいたんですけど、ライフね、ライフもパワーもモスラよりもだいぶ低いですね、ゴジラ。え、ちょっと待って、ボスまでにこのパワーが、ライフが減っちゃう。なんか回復アイテムとかないのかな。あ、回復した。あ、あれか、このなんか浮いてるカプセルみたいなもの、これを取れば。あ、なるほど、今理解してきた遅いっちゅうに。ちょっと待って待って
かわいいな、このゴジラ。え、ライフめっちゃ減ってんじゃん。ちょっと待って待ってよ。あ、ゲゾラ。ゲゾラと戦ってみようか。あ、来た来た。え、いけ。おー。お、ちょっと待って。めっちゃ強い。なにこれ、ちょっと待って。ひどいひどい。あかんあかんあかん。ちょっと待って。あかんあかん。これあかん。あ、吸い取られてんだ。カオスだ、ほんと。すごい。ちょっと待って。怖いんだけど、なんかこの、あ、今ね、動けないんですよ。この状態って。なんも。なんか子供の時にやってたらトラウマになりそうだな、この画面。真っ暗で。来た、行け。お、行ける行ける。よし、蹴り蹴り。よしよし、ローキック、ローキック。アーネスト・ホースのローキック。よし、勝った勝った。勝ったよね。え、勝ってないの？移動はできない。あ、こっち、行けた。ここで。はい。戦います、モゲラと。ちょっと待って、その前にライフを活躍じゃない。ライフを回復させないとね。ちょっと待って、もうね、そろそろね、ライフが。やばいやばい。きついきつい。え、ライフない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 。あ、ライフライフ。お、オッケーオッケーオッケー。あ、そうか、この岩を破壊すれば、回復が。待って待って待って。待って待って。オッケーオッケー。これね、上ボタンでジャンプなんですよ。普通ね、A ボタンとか B ボタンでジャンプするのかなと思うんですけれども。これね、回復取ってもね、あ、来た。モゲラ強い。おー、おしおし。で、これ、攻撃すれば、あかん、ドリルすんのかい、せえへんのかい。あ、そうか。これ、回復するまで待つんだ。おー、あ、そうか、こういうことか。ちょっと待って待って。引きよ。ちょっと待って、火炎放射撃つよ。撃ちます。いけ。おーし、よしよし、よし。感動。勝った勝った。旧モゲラに勝った。お、ちょっと待って、じゃあね、ここも必殺技。ははは。は、ゲゾラ強すぎない？オッケーオッケー。おー、これは長期戦になりそうだ。ゲゾラ対モスラっていう究極の対決。やばい、楽しい。カオス感がすごいけど、本当にでも絶望感が、あ、でもね、ちょっと慣れてきた。モスラがめちゃくちゃ強い。ああ、皆さんもこれね、ぜひね、一度家帰ってね、ググってやってみてください。通販とかで買ってね、500円ぐらいで購入できたので。ああ、あかん、ハメ技強い。お、あれ、あと一歩で勝てないんだよな。お、なんか新たな地に。うわ、なにこれ。あ、これか。え、なにあれ。えいえい。あ、ちょっと待って、パワーがない。パワーがない状態でゲズラと戦うのは嫌だ。なんだこいつ。オッケー、よし、取らして取らして、ありがとう。お、回復してるパワー。ご都合主義。おー、ゲゾラ。あ、レベル2ってなってる。上がってるんだ、レベル。あ、ゴジラのレベルってことか。あ、上がってるんだ。おしおし、勝ちました。いや、このゲーム意外と面白いよ。あれ、終わりじゃないんだろ。あそこに進んでいくのかな。いつの間にかね、レベルが3まで上がってました。お、お、なんだあれ、ファイヤーラドンかな、ラドン。いけ、よしよし。ああ、強い。クソ、卑猥な形の弾を。ジャンプ攻撃ってのが難しくて、ちょ、めっちゃ強いんだけど、これジャンプボタンがないから相当ね、こう難しいんですよ。よしよしよし、よしよし。この音楽って、あ、マンダ、あれマンダかな。マンダには火炎放射。よし、マンダかな、ほんまに。ああ、よし。え、これも、ちょっと待って待って、進めないって。え、どういうこと。
あ、破壊しなきゃいけないんだ。オッケー。よし。なかなかシビアなゲームってことだよね。これね、微妙に移動が難しいっていうね。お、来た来た。あー、よし。慣れてきた慣れてきた。フェルコガンガン前に進めた方がいいと思う。よしよしよし。ここだ。お、乗り込んできた。こんな敵地に乗り込むゴジラとかいる？よし。あ、やばいやばい。これやばい。あれ？あ、破壊できないんだこれ。ちょっと待って待って。あ、これはモスラの方が良かったのかな、この面は。オッケー。よしよし。で、ここに行くのかな？これ、よし、これから。ここに行けばいいのかな？これがボスでしょ、多分。ああ。おお。よし、よし、回復、ああ。ナイス回復。よし、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 よし。おお。こう、あい、あっ、ちょっと待って、待って、待って、待って。ちょっとたまあーたらして、こう減っては増えて減っては増えてをこう繰り返していく、スーパーサイヤ人かのような、このあ、よし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 、とりあえず前に進め。 OK、 よしよし、そうだ、ゴジラ前に進むんだ。あれ、どこに行けばいいんだろうこれ。え、ちょっと待って待って、あれ、あの青いところかな。え、なんだろう、何をしたらいいのかが分かんなくなってきた。なんかこれをこの下のここにまず移動するらしいんですよね。そこは合ってて、やばい、パワーがない。ちょっと待って待って、ちょっと待って、あかんあかんあかん、あー、嘘でしょ、どうなんのこれ。ゴジラやられちゃったけど、これどうなんだろう。ちょ、待って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 、あ、たまちょっと待って、おかしい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 、ちょモスラーや、モスラーのが錯覚や、ゲームオーバー、マジか、ちょっとどうしよう。ちょっとね、これじゃ納得できないですね。おーし、よしよし、えい、よし、あー、レベル上がったかな。あー、ここも、もう、あーあーあー、ちょっと待って待って待って、あかんあかん、ちょっと待って待って、いや、来た来た、無限ループ来た、コーナーポストへ追いやられた、無限ループループ、あー、赤い性攻撃はやめろ。ちょ、一度ハマるとこれ抜け出せないってやつか。なるほど。いやいやいや、ちょっと待って。困ってよ。このゴジラはどこに行ってんの？これはどういうことでしょう。実況を全くしませんね。先ほどの敗戦がよほど悔しかったのでしょう。完全に実況プレイを放棄しましたね。見てください、この何の面白みもないプレイ。おそらくギワチンは今このような表情をしていることでしょう。ここは見苦しいのでスキップしましょう。すいません、実況を放棄してしまいまして、もう淡々とね進んできました。ここで、あ、次のフィールドに移動しますかっていう項目が出るので、ここではいにします。モスラも移動すればいいのか。なるほど、そういうことだったんだ。で、ここね、コツとしては、もうね、一個一個こう、確実に潰していく。完全に根絶やしにしていくと。それが大事っていうことが分かりました。横着はしてはいけない。こんな感じで、ダメージ判定がなかなか分かりづらいんですけど、
でないとはめられると。よしよし、丁寧に丁寧にこんな感じで潰していくと。よし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 、横着して進むようなことはあまりしないと。はい、そしてここで次のステージに移動しますか。はい、そうすると、あー来た、やったー、これがセカンドステージか。はい、じゃあね、今回はここまでとさせていただきます。まあこのゲームはね、のんびり実況としてやっていければと思ってますので、また次回ね、いつになるか分かりませんが、アップできればと思います。セカンドステージはね、一体どんな怪獣が現れるのか、いや本当にね、久しぶりに疲れたゲームでした面白かったけどね。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。バイバイ。